こんにちは、吉谷さん。吉谷さんのね、お父さんに私も何度かお会いして、関わり持たせていただいたんですけども、あれですね、やっぱりその名付け親のセンスってのも似てるんですね、きっとね。だからその辺からなんか始まってたんですよ。そのローの字ってだいたい小里編をつけるんですけども、私は吉谷さんって月なんですよね。まあ、ですんで吉谷さんの名前見た時にやっぱり意識するわけですよ。このローはこんなこと言われてきたんじゃないかな、こういうふうに間違えられてきたんじゃないかなとかね、営業マンが来て私の名前をねこうやって書類に書く時でもだいたい小里編で書いてるんですよ。いやいや、俺プロフィールにこのロー書いたろうが、なんでこれ間違うかなと思っちゃうんですけども、でもこれね、自分の名前じゃない人にとってはたまにしか書かないローなんで、先入観からこれひょひょひょって書いちゃうんでしょうね。でもそういった前提条件もありながら、俺の息子はこうつけるぞっつって月を書いたというところで、私とね吉田さんの多分名付け親すら同じようなね感覚を持っていたんでしょうね。で、年齢は確かに違うんですけども、感覚としてはね、やっぱりこう友人といいますかね、クラスメートというかね、同胞というか、身内家族みたいな感じですよ、私から見てもね。もちろんそれはね、私がね、吉田さんの年齢まで若くありたいみたいな欲張りじゃなくて、ある種ね逆なんですよね。私はね、こんな若いやつがやってんだからこっちがね、負けてられっかよみたいな感じがあるんですよ。で、逆に吉田さんから見るとなんか結構年いっててもう50やろうと、何がネットビジネスやと、負けてられっかみたいなねところもあると思うんですよ。で、要するにね、このその敵のような味方の関係っていう風な言葉が昔ね、麻雀放浪記っていう小説の中にあったんですけども、まあ敵でもないんですけども、そのライバルのようなね、なんかね、その伴走者のような、なんか不思議な関係ですね。そう、伴走者っていうのはどうですかね。伴走してて、伴走してるってことはメインの走者のまあサポートなんですよ。で、なのにちょっと負けてたまるかみたいなね、いやいやお前サポートやろみたいな感じでお互いにいるみたいなね、ある時は補填して、ある時は張り合ってみたいなことをね繰り返していく、一進一退みたいなね感じが面白いんじゃないかなと思います。まあ私はね、やっぱり吉谷さんのコンテンツを見ててやっぱ叶わねえなって思うことが結構あるんですよ。で、叶わねえなと思えば思うほど取り入れようみたいなことも結構生まれてくるんで、負けるが勝ちって言葉がありますけどもね、ここは負けてるなと思ったらよしそれやろうみたいな感じで、まあ追いつき追い越せみたいなね、私にとってはものすごくねしるべになってる人ですよね。で、もともと私が参加したネットビジネス塾ね、唯一私が参加したと言ってもいいんですけども、そこに入るきっかけは確かに例のね山口陸だったと思いますよ。でもね、今考えてみると私から見えてるところの範囲でなんですけどもね、じゃあ情報発信しっかり続けてる人、凡事徹底してる人って誰なのかなと思ったら、その私が参加したきっかけになった山口陸ね、は今どこでどうしてるんだろうかと、なんかわかんないけど、少なくとも毎日その顔は見ないなと、やり取りはないなっていうことですよね。まあ私の知らないところでね、凡事徹底してると思いますけど。で、あとはもう一つのヒルズ、どこでどうしてんだろうみたいな、たまにね、そこの塾に入ってる人が、その生徒さんがね、私のところにコンタクト取ってきますけども、そのぐらいかなと思うんですよ。毎日何かをアップロードするとかね、YouTube 活動してるとか、Facebook で記事が並ぶみたいなことはなくって、Twitter でも Instagram でも見かけないんですよね。いや、不思議だなという中で、数々の大物とされてる人、数々の私の先輩として背中を見せてくれた人が今いないんですよね。いるの吉谷さんだけですよ。なんだこりゃと思いますよねなんだこりゃというところで、あとは自分のコンテンツもあるんだけども、なんか結局は誰かのビジネスを紹介するためのプラットフォームになっているということもあるんですよね。どっかで生まれた暗号通貨の案件とか、どっかでやっているなんとかかんとかみたいなのを持ってきて、自分の商品ではないけども紹介者としてね、そこに君臨している、要するにネットワーカーに近いわけなんですよね。で、私は基本的に大筋を貫いてるのは自分で作ったこの YouTube ってコンテンツ、これがもうねドカーンとど真ん中に9割ぐらいあるわけですよ。9割ぐらいね、10割と言ってもいいんですけども、商品を作って集客をして、そして販売をする、それ全て YouTube でやってるわけなんですよ。
まあ、もちろんメルマガもあるんですけども YouTube が主ですよね。そして吉谷さんも同じですよね。同じようにやっているというところで、まあ日々コンテンツの量産をしているなっていうふうなね、そんな道すがらですよ。でもなぜかね、これをやらずに結局他の人のコンテンツをどんどんどん紹介している、アフィリエイターでもないしネットワーカーでもないしなんかわかんないけども、自分のせっかくのプラットフォームを人を紹介する、誰か別のものを紹介するために、自らねスポイルしてしまっている、消費されてしまっているというね、消耗してしまっていると言ってもいいんですけども、そんな風になっちゃっている方もいて、私とは進む道がだいぶ違ったなってことなんですよ。もちろん否定するもんではないですよ。それはダメだよってことじゃなくて、そういうスタイルを私はやろうとしているわけじゃなくて、全てが自分発信の速化塾ってもので、仮に誰かのコンテンツを扱うにしても、その何かを紹介する、何かをこうね取り扱うという自分のコンテンツが根底にあるって感じです、まあ、ですんでね、何か強力なコンテンツに乗っかって自分の発信力を広めていくじゃなくて、自分の発信力があるのを前提にしてちょこちょこいろんなものを紹介していくみたいなね、そういうふうなことはこれまでもねしっかりと守っていかないといけないなと。何かに依存しそうになった自分を打ち消して、やっぱり自分の考え方っていうのがね、自分のやり方とか自分の今までね踏みしめてきた足跡っていうのが全部商品だと。自分のやってないこととか自分の想像の範疇を超えたものを、まあこの中でね、この YouTube の中で提供するのはまあそう惜しくないなというところで、まあ私がその譲れないのはそこですかね、だから自己アフィリエイトのやり方ありますよとかね、ポイントサイトこうですよっていうふうに概念を話すんじゃなくて、自分で実際やってるところをねずっと毎日放送してきて、ポイントサイトにしてもそれこそね100円200円みたいなものやってますよとか、私1円でもやってますからね。今ポイントサイトの中のアンケートってあるんですけども、1ポイントとか2ポイントとかあるんですよ。それもちゃんとやるんですよ。というのが、なんでそれをやるかっていうと、稼げない人って1円2円をねまたいでいくんですよ。いや違う、稼げてる俺でも1円2円はやるよと、見てくるこれ全部やってるでしょみたいな感じで証拠を見せながら、なんで稼げてないあなたが1円2円を軽く見るんだみたいなところね、やっぱマインドセットとしては届けないといけないっていうところで、YouTube っていうのがねかなり使えるなと思うわけですよ。まあ、これからね YouTube 以外の動画のプラットフォームもちょっとね育っていかないといけないかなっていう気もしてきました。 YouTube 一点依存っていうのは非常に危険なんじゃないかなって気もしましたんでね、まあまだ考えてないですけどね。なんかデイリーモーションはじめ他のなんか動画のプラットフォームっていいのないですかね。私その YouTube に振り返ってみるとかなりお世話になってるっていうかね依存してきてるんで、そろそろね別の動画サイトに今まで取りだめてきたのをどんどんアップロードしていくなりね、新しいチャンネルをそっちの方で、 YouTube の中のチャンネルじゃなくて別のプラットフォームの中でデイリーモーションかなんかで自分の別の分野を展開させていくみたいなこともね考えていこうかなと思ってるんですよ。まあまあ、2021年はやろうとしてるのはそれかっていうか、だったらすぐやるみたいな感じですけども、考え方としてはもうそういうふうに私はね動いてるかなってことなんですよね。でもちろんこれね誰でも考えてることなんでしょうけども、ただやり出す人っていうのがあんまりいないんですよね。私はちょっとね動画のプラットフォームの横幅を広げていこうかなって気がしますね。例えばね X ビデオっていうエッチな動画サイトあるじゃないですか。あそこにあえてですねトークだけのものを入れていくとかね、どうですかねこれは異質じゃないですかねなんかね私のなんかそのエロビデオ見た感想をずっと言うみたいなね、で言った後に URL をこうやって紹介するみたいなね、エロビデオレビューみたいなのを考えちゃったりしますけどね。はい、つまんないことを申し上げました。今日はねそんな雑談まがいのメッセージになりました。またね、動画の返信お待ちしております。いってらっしゃい。